女はどこだ。誰よりも何よりも血を見るのが好き。笑ってるぜ。探し求めていた女だ。俺の孔明。普通の母親ではなかった。彼女はバキの教育係として、バキを戦いのエリートとして育ててきた。だが、当の裕次郎が求めたものは、 己に向かってくるバキの強さ、ただそれだけ。貴様などひと山いくらの中年娼婦に過ぎぬということだ。俺との関係はないものと思え。どうしてよ、どうしてあいつは惚れてくれないの。弱いから、弱いから、お前が弱いから弱いから。どうしてお前のような弱い子が生まれたのよ。 なんで親父はおふくろを殺したの。こそこの理解力では踏み込んではならぬ領域がある。身の丈をわきまえろ。知ることは息子としての権利だ。もし俺があいつを倒したなら、俺のこと愛してくれますか。 彼も愛を欲した。見届けたあのワンシーン、父裕次郎に抱きしめられる母さん。抱きしめすぎだぜ親父。母さんも抱きしめていた、泣いていた。父の放つ直撃弾、かなわなさが骨身に染みた。 その時だった。地上最強の前に母は立ったのです。裕次郎！天津さえ母はあの巨匠を殴りつけ、胸をそびやかし呆然とこう言い放ったのです。私が相手だ！我が身と引き換えに俺を救おうとした。 真っ向勝負！やはり君は天才だ。ここは一歩も譲らねえ。この戦いフィナーレが近い。